五数四かゆうくりいる幸しな出来事、うさたることお届けする、両銀グッドニュース、蝶のグッドニュースや、牧子さん、ノーヤが。はい、本日のグッドのニュースは、空手の魅力を世界へ、そして次の世代に伝える活動をしている男性のお話です。石原町にある空手道場。ここには、他の道場では見られない、たくさんの資料が保管されています。道場を管理する岡間さんに施設を案内してもらいました。んーちゃるくとのねーらんもんの打点あるもんな。こちらは1階に道場、2階に空手博物館を併設し、多くの人へ空手の魅力を発信しています。開設したきっかけについてお話を聞いてみましょう。大学時代ですね、空手部の副部長をしてまして、空手の資料を書こうとしたらほとんどないような状態で、後世に、残すべき資料を集めないとどうなるんだろうということで、切磋琢磨して集めました。空手発祥の地沖縄で開設されたこの博物館には、聖地として世界130カ国以上のさまざまな流派の人たちが訪れています。11月には道場開設40周年を記念して、海外から愛好家を招き、文化交流と技術指導も行われました。今ロシアにもうちの博物館の支部ができています。それが山口県にやってますので、全国ネットでこれから広がっていきますので、やはり沖縄がホーリーグランドであるべき姿として資料等を残すべきだと僕は思います。道場で稽古をする子どもたちにお話を聞いてみましょう。習い始めて今年で10年になりました。空手は人が継承していくものなので、しっかり岡間先生がそれを学べたらなと思っています。人に対する礼儀とか、その力の使い方とか、人間関係をどう保つかとか、そういうのも学ぶ、もう自分にとっては大切な、もう第二の家。空手はスポーツでありながら、力学であり、科学であり、心理学なんですね。単なるスポーツではない。そういう意味で理解してもらったら助かります。うちのあの T の、ちゅの心を引きちきいる力、世代クイーティ、チテーラッティ一輪せい、ゆうたさんや。さてさて、武装用のマイグッドニュースをチチンジャビラナ。今日宿題が早く終わったこと、おばさんがお菓子を買ってくれたこととか、3代目の岡間健吾が空手を始めたことです。番組では視聴者の皆様からのグッドニュースをお待ちしております。東西安静、またやーさい。